はなるでございます、えー、本日は7月の6日、明日は七夕様ですね。皆様は七夕様の短冊にどんな願い事を書いて、えー、飾りたいでしょうか、えー、私はそうですね。もし書くとしたらもうありうれたことなんですが。 あの健康で、えー、無事あの過ごせますようにということと世界が平和で、えー、穏やかな暮らしができますようにということをね書い、えー、ていきたいかなと思っております特にね、えー、これといって私個人的には何もないので今は、うんうん、やっぱり世界平和でしょうかね。 ということでぜひ皆様も何かあの思い立ったら書いて短冊に、えー、かけてみてくださいませでね、えー、最近 youtube なんですけれど、うん、ちょっとね私 <laughs> あのなかなかね、えー、これといった動画がね、えー、撮れてなくて、えー、まあ今はあの前もあの少しお話をねさせていただきました通り、えー、今充電中ということでまあ。 のらりくらりゆったりと、えー、まあ動画を配信していこうと思っております。でそれでねあのお知らせを一つあの、えー、お話ししたいと思います。えー、7月の11日の土曜日とそして7月の25日の土曜日、えー、7月の第二と第四の土曜日あの夜時間はちょっとね夜としか言えませんが あのライブ配信をしたいと思いますのでお時間ある方は是非遊びに来てくださいませ大体いい YouTube の方ではあの月2回各週で第2第4の土曜日に夜で、えー、ライブ配信をしたいと思っておりますツイキャスの方はほぼ毎日、えー、午前中だったり昼間だったりそして、えー、夜必ず2回ぐらいね、えー、続けてあの2時間ずつ。 配信をしております、まあ、その日によってはあの時間がね少ない時もあったり多くなったりする日もございますけれどほぼあのツイキャスの方は毎日2回ぐらい配信をさせていただいております。で YouTube の方はあのやはりね皆様との,、ね、あのツイキャスに来れない方もいらっしゃるので、えーまあ、あの皆様とのコミュニケーションもね取りたいと思っておりますので。あの 月2回ですがあのライブ配信をしたいと思っておりますで皆様方にはねいつも私の拙い動画にねコメントしていただきまして本当にありがとうございます必ずいただいたコメントには目を通しまして読みましたら必ずハートマークをポチッとしておりますお返事がねかけておりませんけれどどうぞそこのところご容赦くださいませこれからも 皆様方からいただいたコメントはきちんと目を通させていただいて読んだらハートマークをねつけさせていただきたいと思いますまたあの YouTube のライブ配信につきましてはこの YouTube のコミュニティの方にね記載をしておきますのでいつだったかなと忘れた方はコミュニティをね見ていただければ確認ができますのでぜひあのご覧になってみてください でえー、コミュニティの、えー、見れないのは iPad とかでは見れないようですね普通のスマホだったら見れるようでございますのでそこら辺のところを気をつけられてどうぞご覧になってみてくださいませではでは本当にあにいつも皆様方にはねなりわの 動画を視聴していただきましてありがとうございます本当にあの皆様方には感謝しかないですがこれからもこんな感じではありますけれどマイペースで、えー、コツコツとあの毎日動画をね上げていきたいと思っておりますどうぞこれからもよろしくお願いいたしますでは皆様方またお目にかかりましょうなりわでございましたでは。